はい皆様、こんにちは、えー。本日はですね、第1回スパークジャパンセミナー2018データ利活用ポリシーと研究者、ライブラリアンの役割にご参加いただき、誠にありがとうございます。えー、私、本日の司会を務めさせていただきます、国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの林と申します。 まず、えー、本日のですね趣旨説明をいたします。えー、昨今、日本でもですねオープンサイエンスの推進に向けてですね研究データの利活用に向けた取り組みというものが進められております。えー、しかし、ですね、まあ、これを実現するためのあのまあ、方針でございますところだ、えー、と,ところのデータプリシーやその運用体制の整備がまだまだというところでございます。でこののようなででですすねね、まあ、を受けまして内閣府の方でです、ねあえー ちょっと長いんですけれども国立研究開発法人におけるデータポリシー策定のためのガイドラインというものがですね、えー、っと先の6月の末ですかね策定されましたちなみにこのデータポリシー策定ためのガイドライン知ってるよ という方ってどのぐらいいらっしゃいます。ああ、結構ご存知なんですね。ありがとうございます。はい、ええー、とということは作られましてで,で、まああの私のおります。あの国際農研も含めですねえ。国立研究開発法人のみならずですね。公的資金の配分を受ければ、大学さんとか企業さん等々においてもですね。デュラポリスを作りなさいということが示されたというところでございます。具体的にはですね。あの統合イノベーション戦略、えー えなんか見ますとですねあの2020年の末までに作りなさいまあざっくりあと2年えここは2018年ですからまあだいたい1年半ぐらいで作れというようなですねえー、ところが降ってきてまあ皆様あのー、まあ大変なんだろうなというようなところでございますはいでこのガイドラインではですねあの研究データの管理ですとか理科というのポリシー策定のポイントですとかあと、えー、こういう項目を、えー ポリシーに加えなさい例えば目的であるとか定義制限事項というほかです、ね、あの我々図書館の人,人にはあのあの,ネのあるベ、えー、タデータとかあの識別紙とかいったところもですね書いてあるというところで、まあ、図書館の人もですねななんか見るとあなんかこれはちょっと近いのかなというようなところがあるかなというところでございます。 もちろんですね研究データは日々生産して論文を書かれている研究者の皆様方はもちろんですけれどもあの図書館の人もですねメタデータをつける例えばこれここからの図書館目録なんかを作っていれば、まあ、当然日々行う作業ですしあるいは機関リポジトリに載せる論文に対してどうやってメタデータをつけていこうかあじゃあそれが今度研究データにもなるらしいよね。 とといいうのがまあ今のが今状況かなと考えていますでこのような形で,です、ね、研究データのまあ品質の管理あるいはメタデータをや識別書をつけて流通するあるいはまあそうこれらを用いて、えー、一般のユーザーであるとか研究者の皆様に提供するといったところをです、ね、行う、えー、我々研究者や図書館員。 もですね、まあ、それぞれの専門性を持って、まあまあ、データポリシーっいうものをちょっと考えてみようか策定に積極的に関わるということがですね求められているという状況でございます。えということでですね本日は、えーえー、123都合3件のご発表でですねこれらの、えー 研究データに関わるポリシーのですね、策定の経緯ですとかその内容、またですね、そもそもこのガイドラインがどのような意図を持って作られたのかというところのお話、あるいはまたですね、あの実際の研究データの扱い、こんな感じでやっているというようなお話をですね、含め最後にディスカッションということで、えー、今日うの5時10分までを予定をしております。はい。 というのが、まあざっくりとした今日の説明でご、ご、えー、本日の聴取の説明でございます。 はいでなお、ですね本日各公明の最後の10分間をですねとき応答に充てるという予定でございます。であのまた、ですね公明中にです、ね、質問ができなかったとひとき応答の時間短くて、えー、取ってございますが質問できなかった点等とございましたらですね皆様のお手元にあの質問票というものをですね用意をしておりますのでそちらをお使いいただくかあと今回はですねウェブの質問受付ツールスライドというものをですね準備をしております。アクセス方法はですね あの質問表の方に書いてございますがこちらでですね質問を受け付けて,ておりますで最後のパネルディスカッションの時間にまとめて質疑をお受けしたいと考えております今日の治療の2枚目に質問表ございますのでそちらをご利用くださいまたですね今日スマートフォンとかタブレット端末お持ちの方スライドというあのウェブの質問受付ツールがございますこちら匿名でですね質問が書けますのでこちらでですね書いていただいても拾ってくだ やっていきたいと思っております。またですね。所属とえー、ご所属、あのとうとうですね、えー、書いていただけると、まあ、参考になるかと思います、えー、またですねえー。おちょ質問書に書いていただいた方えー、質問書を使っていただいた方ですね。パネルディスカッションの前にですねえー。我々スタッフが開始をいたしますので、えー、お渡しでいきます、えー。あ、ごめんなさい。えっ、ー、と渡しください。 でまたですねお時間の都合上、す、え、べ、ーえーえーえー、ての質問にお答えできないという場合ですとかあ,の、えー、ある程度、質問をまとめさせていただくことがございますので、えー、あらかじめご了承ください。 はい、それででは早速ですね最初の講、えー、に、えー、移りたいいと思います最初はですね統合イノベーション戦略と、えー、研究データ管理利、えー、活用ポリシー策定ガイドラインが目指すものということで科学技術、えー、学術政策研究所の、えー、赤池様、林様よろしくお願いいたします。